人生50からだよ。アーティスティックスイミング界のレジェンド、小谷実可子さん57歳。2児の母として奮闘しながら、およそ30年ぶりに競技復帰。去年8月の世界マスターズでは藤丸道夫さんとペアを組み、金メダルを獲得しました。実可子さん3つ持ってますからね。そして次なる挑戦は、 AS 界の男性スイマーたちをもっと応援したい、盛り上げていきたいっていう思いもあって、男性もシンクロできるんだ、ミックスってあるんだ、やってみようかなって、どこかの誰かが一人でも思ってくれたら、それはとても素敵なことだな。男性とペアを組んで2月の世界マスターズに出場することを決めました。パートナーは阿部篤さん41歳。世界選手権でメダルを獲得するなど、男性アーティスティックスイマーの道を切り開いてきた第一人者です。影響力の強い実可子さんという方と組ませていただいて出るっていうのはすごく意味があるなっていうふうに思ってて、今は女子だけの種目ではないジェンダーレスなスポーツなんだっていうのをすごく発信していきたいですね。小谷さんにとっては競技人生で初となる男性とのペア。選んだ曲は、男女の悲しい愛がテーマのオペラ座の怪人。ミックスデュエットならではの2人の連携は見せ場の一つです。こうやってつないで振る前にしっかりギュッとつながるのが見えてからこう振った方が多分余韻が出る。そしてアーティスティックスイミングの醍醐味といえば大技のリフト。男性のパワーを借りてよりダイナミックなリフトに挑戦します。ああ、男性に上げられるとこんなに高く上がるんだなっていう驚きがまずありました。まあ、その分高いところからこう回転の軸をしっかり締めないと大きな失敗になってしまうので、もう学びの連続ですね。はい、本当に新しい種目に挑戦しているような感覚です。来月の世界マスターズまで残り1ヶ月、完成度は徐々に上がってきました。そして、おはようございます。お願いします。本番を前に先日初めて観客の前で演技を披露することに。練習を重ねたリフトは、軸もまっすぐ伸びています。そしてラストは渾身の足技。幸せな時間でした。ミックスデュエットを始め男子 の、 そのアーティスティックスイマーっていうものも皆さんに認知していただけたら嬉しいので。はい、というお二人の演技、週末に行われたコースケ北島カップの観客の前で初披露ということになりましたけれども、今年40歳を迎える増田さん、はい、いかがでしたか、お二人の演技。いや、本当に素晴らしい演技でしたし、やはりこう男性と組むことで迫力が増しますから、もうそれは今後そのアーティスティックスイミングの新しい魅力の一つだと思ってるんで楽しみなんですけど、やっぱり小谷さんはね、とにかくやっぱりもうエネルギッシュですよ。もう伝わってきます。もう JOC の役員だとか IOC の役職もある中で、まあ、子育てもして家事もしてこういうこともやってますから、本当にすごいなと。同じ24時間なんですかねっていうぐらい。って思うぐらいいろんなことをやってますよ。はい、でこの北島康介杯のエキシビジョンで毎回この AS を披露するんですけど、はい、実は我々競泳選手、元競泳選手もすごい誘われるんですよ。一緒にシンクロやらないって、ですけど僕はちょっと演技とか苦手なんでいつもお断りしてるっていう、そういう状況です。開いてみたら新たな扉を、ちょっとその勇気がなくてできてないんですけど、まだまだ、はい、
改めてですけれども、アーティスティックスイミングといいますと、やはり女性の競技というイメージがあるかと思いますが、うん、東京オリンピックでも実際に女子デュエット、女子チームという種目があったんですけれども、実はですね、国際大会など見ていきますと、女子ソロの他に男子ソロ、混合デュエット、混合チームなどといったように男子の種目もあるんですね。そういった中で男子種目のパイオニアと言われています、今回小谷さんとペアを組みますのが阿部敦史さんです。男子アーティスティックスイミングのパイオニアと言われています。高校までは競泳選手で、その後アーティスティックスイミングに転向しました。皆さんご存知だと思いますが、ドラマウォーターボーイズにも出演経験があるということで、2015年から世界選手権に出場しまして、2019年に銅メダルを獲得、その後一度引退をされていました。そんな男子アーティスティック界のパイオニアでもですね、やはりジェンダーの壁にはちょっと苦戦をしたようです。例えばやはり女性が多いスポーツですので、試合会場で更衣室が女子用しかなくて、着替えはトイレで行ったり、SNS での誹謗中傷もあったそうです。男性も行うスポーツだという、ジェンダーレスなスポーツということを発信していきたいというようなお話をされていました。でそんな中ですね、今回小谷選手の、小谷さんの誘いを受けて、参加を決めたというわけですけれども、そんな思いに追い風が吹きます。パリオリンピック今年行われますが、アーティスティックスイミング 8人制チームでは各国2人まで男子選手が出場できるようになります。もちろん8人全員女子選手でもいいですけれども、女子7人男子1人でも OK、 それから女子6人男子2人でも OK になるということで、男子選手も出場可能になるということなんですね。男子部門を新たに作るというわけではなくて、もうそもそものアーティスティックスイミングという競技の中に男性が入ってもいいですよというシステムになる。まさにその通りです。ですから種目数は変わらないんですけれども、チームの中に男性が入ることができるということです。これによって、どんなメリットがあるのか小谷さんに伺いました。はい、やはり映像でもありましたが、リフトが高く上がりますので、よりダイナミックなアクロバティックな技が可能になると。でさらに男性が入ることで、王様や悪役などといったようにストーリー性の表現に幅が広がるということですので、まずこのお二人の来月のチャレンジにも注目ですし、ちょっとパリオリンピックも見る視点変わってきそうですね。なんか映像見ながら、私たちも本当にウォーターボーイズを見てた世代なので、なんか男性がこうアーティスティックスイミングをやってる姿っていうのも見てるわけじゃないですか、でも松田さん、やっぱり実際に競技としてやるっていう部分はまだまだこれから。そうなんですよ、本当に我々その映画というエンタメを通じて、この男性の AS って見てましたけど、競技としては本当に発展途上で、阿部さんがやはりそこをこうパイオニアとして引っ張ってきてくれたことはところがあるんですけど、僕すごくいい流れだなというふうに思っていて、まずあのパリオリンピック、IOC も男女平等の参加のチャンスを与えたいという思いがあって、パリでは初めて男子女子の出場者数が平等になる見込みなんですね。ですから各競技、女性だけの競技、一方で男性だけの競技ではなくて、男女両方できる競技というのを IOC 側も作っていこうとしてますから、まさにその流れ、そのいい流れに乗って男性が活躍する場も増えているという意味では本当にいいと思いますね。男性女性のみならず、さまざまなパーソナリティにも合うようなジェンダーレスな競技にどんどんなっていくといいですね。なっていかないと本当にオリンピック種目としてもこう残っていけないという状態ではありますから、非常に楽しみですね今後はね。